使っていい。ともゆきから電話来て。使っていいこれ。本当ともゆきから電話来てる。やべ、ちょっと電話出るわ。はい、2日目の朝ですね。今日も札幌スパイスさん、よろしくお願いします。北の大地対抗者です。はい、割れちゃったシンバルですね、これ。ここが。これは普段、この一番高いところにあるやつなんですけど、めちゃくちゃバカすか叩くんで、こういう風に割れたりするんですね。処分に困ってるので誰かもらってください。これはい、お客さんが作ってくれたタオルですね。これはというわけで、ありがたいことに、ね、差し入れをたくさんいただいてしまって、マジでキャリーに入りきらないので、やっぱりでかいキャリーを買いに行こうと思います。マジで昨日買っときゃよかった。本当にアホだよな。こんにちは。そんなニヤニヤしながら、え？そう。一緒に行く？あ、俺と散歩するよりそっちの方が大事なの。はいはい、よくわかりました、よくわかりました。はいはいはい、さようなら。まあ話戻りますけど、あれですよね、そのたまに、なんか差し入れ荷物になっちゃってすいませんみたいな手紙が入ってたり DM 来たりするんですけど、もう本当にもう全然何も気にしなくていい、もうくれるだけで嬉しいですからね。我々、あともう今回に限っては俺にキャリーを買う決心をさせてくれてありがとうっていうのはありますよね。ローソンにユニコーンのポスター貼ってありましたね。この悲しみをどうすりゃいいの、誰が僕を救ってくれるの。なんで避けるの、なんで避けるの、何これ、なんだって、うん、何が追いかけられてます。野生のマサイさんもちょっと、いやいや、こんなね、こんな抱きしめるくらいなのに嫌なわけないやん。誰が抱きしめてる、抱きしめてる、やばい、どんどん声かけていいんやで。そんなに、そんなにマジで、え、なんか俺も恥ずかしくなってきた。じゃあな、ありがとうな。昨日よりいろんな人に会ったから距離短く感じる。だから俺が歩いてたらもっと話しかけていいやねお前ら。先にドンキ行こうかなと思ったけど、よく考えたら気になる服屋があるんでそっち先に行くことにします。なんだっけ、リアルモンキーってとこらしいんですけど、あれじゃん、ニコーリフレの通りじゃん。これあれですね、見えますかね、あれ拡大ってできんの、これ内カメ。あ、できないんだ。なんかニコーリフレっていうすげえ札幌で有名なサウナがあるんですよね。このサウナ愛好家としては一回行きたいんですけど、だからなかなか機会に恵まれないというか。あった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 、これだ、これ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 ですね。ちょっと行ってみます。いやマジでなんでこういうの買っちゃうんだろうな。買っちゃうよな、ガラシャツいらねえっつってんのにさ。でもこれかわいいんだもん、ほら、また後で来ますね、これ。あ、犬がいる、犬が、犬いっぱいいる。声どうした。じゃあドンキ行って帰りましょうかね。マジで何がしてんだって感じなんだけど、結局キャリー買ってないです。やっぱ東京のドンキで買うわ。ドンキホーテ渋谷店で買いますわ。結局買ったのカラシャツだけだと。何してんだよな。いや、ちょっと見たいとこね、もっといっぱいあったんですけどね、時間がないですね、そろそろ帰らないと。どこ行くの。自分の動画撮ってる。映る映る。
使っていい。ともゆきから電話来てる。使っていいこれ。本当はともゆきから電話来てる。やべえ、ちょっと電話出るわ。やばいやばい、メイクが俺の順番になっちゃったらしい。急いで帰ります。箱の向こう向かうといっぱいいますね。変な人たちが、変な人たちいっぱいいますね。はい、じゃあスパイス戻ります。おはようございます。おはようございます。そうだろ、ありがとう。はい、今日はこんな感じですね。バツが書いてありますね。で、あと今日もオットアイです。じゃあ2日目もやっていきましょう。はい、2日目が終わりました。もう声からがガサガサだし、ボロボロなんですけど、髪ぐちゃぐちゃだし、もう叫びすぎた、歌いすぎた、マジでやばい。これあれですね、さっき買った服かわいいでしょ。なんかオロチマルみたいな声になってるけど、センジエージャーし。はい、というわけで今日も酒を飲みます。酒を飲むぞ。いってらっしゃい。声が本当に出ない。でも酒は飲むけどな。はい、スーパーの中でファンの子に会ったら買ってもらいました。あとウコンの力ももらいましたので飲みます。ちょっとあれですね、頑張って声張れば割と普通っぽい声出るんですけど、あ、やばいですね。とりあえず酒がうまいぞ。酒がうまいぞ。あ、お疲れ様です。何杯目です。うん、俺にノルマを貸してどうしたいんだ。今日何杯やと飲むんですか。20杯チェキ買いました。あ、ありがとう。ありがとう。ありがとう。してください。うん。なんで。バイバイ。あ、おお。おお。バイバイ。バイバイ。じゃバイバイ。あ、可愛いね。あ、本当にごめんね。じゃあごめんね。さよなら。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ごめんなさい。おお。今帰りました。おいっぱい来た。おい来ちゃった。通りたい通りたい通りと左側通行して左側通行してください。やりが通行してください。お疲れー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 。イエーイ。いいだろう。イエーイ。イエーイ。レレレレキソブです。ばそばにいね。薄れゆく抑制。リリリリ、わからないで。ねえねえ、知ってる？この曲。この曲知ってる？ハイデさんが長島美香に書いた曲知らん？キスオブデスって聞いたりってる感想から。おいお、ああ、やっぱ声出ねえ。これが今朝の第一声だったんですけど、まあやっぱ声出ないわ。とりあえず、あれですね。もう帰る日の朝です。これやばいな、これマジで。ああ、声出ねえ。はい。楽しい札幌でしたね。旭川ね。北海道楽しかったですね。じゃあ今日からね。今日これから帰るからね。荷物をまとめようと思います。本当に死ぬほど飲んで、ちょっと、すごい、あーってなってるんですけど。
もうほんとこの状態のまま寝てましたね。ちょっとひどすぎるな、これ動画使えるか、これ状態が悪すぎる。まあとりあえず荷物まとめて帰ります。なんとかぶち込み申した。右の紙袋買う必要があったけど、なんとかぶち込み申した。では東京に帰りましょう。北海道でまた会いましょう。